にちは、重慶大震災の長野です。大会でございます。そういうふうに言ってないか、紹介してないか。紹介してないですか。ちょっと曲がったんで。今どうするかな。相手はちょっとね。いやでも結構僕の顔は知られてきたかなと。え今そうじゃない。顔知られてんのか。え、あの誰に、例の、例の何動画あるじゃないですか。あ、 ありがとうございました。はい、例の何ですか。あの僕と先生の居合勝負の動画で、ああの4000万回。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 世界、ね、世界の勝負でね、視聴されました。はい。なんだっけ、どんな内容だったの。あれは居合勝負でしたね。いや、それ今言ったよね。あ、ラバートを使った、ね、を使った居合勝負でしたね。やりましたね。はい。まあれはショート動画ってことで、はい、今日は、ちょっとこう、長めに撮ってみようかな。はい。ということで、はい。まずね、ラバートを持ってきて。ラバートを。はい。わかりました。なんか、そっちの方が作業して、なんかいいやつじゃないの。こっちの方がよろしいでしょうか。いいです。大丈夫ですか。まずあのね、ね、ラバート、はい。どっか見るとね、なんか刀っぽいですけどね。はい。実はこう、ね、こういう感じで、安全、まあでも安全性がね、高いですけど、これ痛くないかって言ったらね、はい、痛い。痛い、ちょっと痛いんでね。ちゃんと痛いです。ちゃんと痛いんです。はい、当たったら痛いです。パシッと当たって痛いんです。はい。逆に痛いからね、当たってくないってね、はい、攻防になります。でも当然これやってるとね、ちょっと危ねえんじゃねえかと、特に目があったと、ね、言われることはよくありますよね。はい、ということで、はい、今日は、はい。はい、ね。こういったものをね、サバゲーで使うやつですね。こうやって目を保護してね、万が一ね、当たっても目には、ダメージを負わないようにしたいということで、はい、まず、はい、まず前回はね、片膝、はい、左膝つけて、で、よくね、コメントにね、こんな状況なんかねえよっていうことが書かれてましたね。はい、別にあの状況がどうのこうじゃなくて、さっきこう、刀を抜く、ね、なんか練習の一環としてと、まあ、当然遊びです、単なるね、はい、やってるだけやって、このね、こういう状況とかそういうことを考えてるわけじゃないんでね。ただこの状況は何やってるかというと、多少曖昧さはあるんですけど、要は、まあ、相手が例えば、まあ、右手をまあどの位置で例えばこの、ね、足の上に置いている状態であれば、まあ、ゆっくりと抜くってことされて、ね、そうそう。この抜く動作っていうために、抜くというと、彼が意識とかね、例えば実際、腕が動く前のその気配とかを察するかどうかっていうね、それはまあお互いなんですけど、それを察知して動くみたいな、そういう意識でやるわけです。ちょっとやってみましょうか。うわぁぁぁっていう感じでね。いや、ちょっとね、これ多分ひどいって言われるね。こういう感じっていうか、だから逆に今度は、ね、まあ、僕がどっちか説明して打ったら、当然彼はね、はい、ね、対応しづらいですね。はい、今度、もう先にやってみてください。しっかりください。はい、うわぁ、ね、今言ったのが分かるように、気合で出るんで、そこを捉える。今、あえて彼は先に動いていいよっていう感じで、その彼の動く気合を、今彼なんか狙ってますよね。この状態で、ノートもね、しっかり油断しない。うわぁ、でもなんか、これだとまた、打ち切ってないじゃんって言われちゃうんですけど、この場合は彼は多分、そのやられるこのラインで、こうやられたと思って止めちゃったっていうのがね、はい、動きながらあるわけでね。まあ、その辺はまあ、誤解されやすいところがありますけどね。はい。じゃあ今度は、二人の呼吸でやるとちょっと曖昧なんで、じゃあそこのね、まあ、カメラを撮った人は、はい、手を打ってもらいます。はい、ちょっと打ってみて、ポンと。はい、この合図で音が鳴ったら抜く。いきましょう。今、話したんでね。はい。うわっ。これなんか、多分見てると、はい、一方的に先走ると思っちゃうんだけど、ちょっと若干さん、そこですか。ここで二人で。僕はそれどこで反応したかね、カメラ見えてるから。うわ
でしょ。そうあ、お前やる気満々だよ。すいません。今やる気満々だよ。カズさん、しかたしてる高いです。っていうね、この、はい、第三者の音の意識とのね、はい、あれも見えてくると思うんですけど、ね、さて、はい、これだと全体と同じなんで、はいね、もう一つ、ちょっと小道具を使いましょうかね。はい、小道具をこれ、小道具、はい、ね、この安物のちょんまげくんが出てきました。はい、これをね、ちょんまげを落とした方が勝ちっていうゲームをやろうと思うんですが、はい、これも立ち合いとちょっと動かないで。避けるなよ。はい。意外と簡単そうに見えるんですけど、ちょっとやってみ。動かないで。はい。はい。怖っ。これ、真面目だったでしょ。真面目やりました。これ、さすがにね、これ、顔に当てたくないわけですよ。さすがにね。はい。そうすると意外とね、こう、上に空振りすると多いんですよ。空振りしちゃいますね。意外とさっきもね、違う人ともありましたけど、みんな全然当たらなかったね。はい。多分当てても全然気にしない人がいたら大丈夫なんだけど、意外とこれね、はい、さっき言ったように痛いし顔はかなり痛いと思うんで、はい、なかなかね当たんないです、ね、いや上の方狙いたくなるんで、そう空振りしちゃうんだよね。はい、じゃなくてもう一回やってみる。はい、結構怖いんだけどこれね。あこれ当たんないですよね。はい、ね、うわ座ります。はい、じゃあこれで勝負しますよ。じゃあ、はい、手を叩いてくださいませ。はい、今日もありがとうございました。